皆さんこんにちは。今回も CPU 台に直接水をかける冷却方法について紹介します。まず動画構成についてお話ししますと、最初に前回のあらすじと今回紹介する冷却方法について、次に冷却性能の結果概要、最後に動作の詳細など、という順番で紹介します。前回は空割りした CPU に直接冷媒をかけられるように改造し、手始めに CPU 台を直接水冷してみました。ただその冷却性能は普通に CPU グリスを使って設置したリテールクーラーよりも悪く、その原因として熱交換できる表面積が小さすぎる点が考えられました。普通に水冷を組む際に使用する水枕の金属ブロックでさえそれなりの表面積で熱交換するのに対して、いくら CPU グリスなど熱伝導の要素を省略できるからとはいえ、この CPU 台サイズの表面積で熱交換するのは厳しかったんでしょう。それに表面積が減った分を補うように水冷を強化したわけでもなかったのでなおさらです。この水冷だと CPU 台サイズの表面積における熱交換が足りていない。それなら水冷よりも効率的に熱交換ができるとか熱伝達率が高いとか言われる総変化ならどうなんでしょう。というわけで今回はヒートパイプみたいな総変化熱輸送を試しました。改造した CPU ごと配管を低圧化、水の沸点を30度くらいまで低下させて CPU 台を直接沸騰冷却したり、以前製作した総変化熱輸送と水冷を混ぜたような低圧水冷、噴流と呼称した冷却方法を試しました。直接沸騰させる方法では市販の PC 水冷用ラジエータをヒートパイプか、空冷化した製作を流用しました。私がこれまでに製作してきた自作 CPU クーラーの大半は、低圧化した水を沸騰させる方法で熱移動させていて、その蒸気が放熱、凝縮し、できた液は重力で自然に沸騰するところまで戻る、そんな動きをします。このような動作は普通の空冷 CPU クーラーについている一般的なヒートパイプの特徴とは異なるので、自作 CPU クーラーはヒートパイプみたいに、とか、ぽく、と保険をかけていますが、講義ではヒートパイプの動作をする製作です。低圧水冷はその沸騰を利用した自作 CPU クーラーから派生した製作で、自作だと重力、市販だと毛細管現象で冷媒循環するけど、自然任せってなんか心もとないなら、水冷みたいに無理やり送り込めないかな、という思いつきで作った製作です。今回試した構造だとなんだかごちゃついていますが、製作当初は一見すると PC 水冷といった見た目でした。ただ配管は完全に密閉された上で先ほど同様に低圧化したので、低沸点化した水をポンプで循環させています。ヒートパイプみたいに総変化、沸騰もできるし、水冷と同じように温度変化を利用した熱交換もできる、そんな製作です。噴流は低圧水冷からさらに派生したような製作です。低圧水冷の実際の動作を見ると沸騰よりも水冷よりというか、総変化より温度変化による熱交換がメインな気がしたので、もっと総変化熱輸送が利用できるようにという方針で、衝突噴流という流し方を採用しています。金属ブロックに水をぶつけるように流す、衝突噴流させることで蒸気と液を早期に分離し、蒸気がスムーズに移動できるように。またあわよくば衝突噴流で水が金属ブロック状に薄く広がって、市販のヒートパイプのように毛細管現象で薄く広がった状態に、そんな感じにならないかなぁと期待して製作したものです。当初は衝突噴流ではなく噴霧とかミストとか、別の流し方を目指していたのですが現状は噴流でやっています。そんな沸騰、低圧水冷、噴流ですが肝心の冷却性能については以前計測した結果だと良好です。まあ以前の結果は当然普通に CPU グリスを使って、ヒートスプレッダもあってという普通の構成でのものです。今回はこれら3種類の冷却方法を直接 CPU 台に適用し、ついでに冷媒に関しても、沸騰の様子が大きく変わるからか結果的な冷却性能が向上した潜在水も試すという、一体 CPU に何を強いているんだというような異様な状況でやりました。長くなりましたが前置きはこんなところで、次にその動作確認の結果概要です。CPU 台で直接、沸騰、低圧水冷、噴流、ついでに潜在水使用という異様な冷却方法を試した結果ですが、大して良くなりませんでした。前回の直接水冷と似たり寄ったりな結果です。つまりは冒頭でお話しした普通に設置したリテールクーラーよりも冷やせませんでした。直接沸騰させる方法では瞬間的に60度近くまで冷えましたが不安定ですし、というかそれでも60度 C ですし、今回までに試した冷却方法では CPU 台から直接熱交換を行うのは難しいと分かりました。
まあ今回の成果として衝突噴流という流し方が思ったより有効と分かったり、久しぶりに沸騰の改良案が検討できたりと、試した回はあるにはあったんですが、同時にある事実というか大きな壁も認識しました。比較対象としてリテールクーラーを挙げましたが、そのリテールクーラーとは別に、熱伝導要素の影響を減らす方法として従来からある液体金属を使った構成とも比べてみたんです。熱伝導要素を省略した直接冷媒と影響を減らした液体金属、この比較が妥当だと思ったんです。それで液体金属を使いつつ、CPU クーラーには直接水冷と同じ構成のカスタム水冷を使ったり、市販の空冷 CPU クーラーを使ったり、それら構成で得られた結果が CPU 消費電力は同じくらいの 27W で CPU 温度 40°C ほど、圧倒的に冷えていました。消費電力 27W ほどの低発熱域でこれほどの温度差があると、試した冷却方法とは天と地ほどに差があるように感じます。それだけヒートスプレッタや金属ブロックなどの熱拡散の効果、熱交換面積の影響が大きいということなんでしょう。今までに製作した、もしくは試したものよりも断トツに冷える、超すごい冷却方法があるなら別ですが、そんな方法がないならヒートスプレッタや金属ブロックで熱拡散、熱交換面積の拡大をやった方が無難なようです。まあ、この冷却方法を試した初回である今回で判断するのも早計に思えるのですが、先行きは相当険しそうなので、次回以降はヒートスプレッタなどを使う普通の構成にひとまず戻して、冷却方法の製作なり改良なりを試しながら、また確認したくなった時に再度 CPU 台に直接水をかける冷却方法に挑戦しようと思います。今回試した冷却方法の結果概要は以上です。以降は製作や実際の動きなどの詳細を話していきます。まずは直接沸騰させた冷却方法についてです。前回改造した CPU に自作 CPU クーラーのパーツを配管接続していきました。元は観察用でしたが、先日の製作ではあった方がよく冷えるという樹脂製パーツをつけて、その上に改造した PC 水冷用ラジエータを設置しました。で、ここからが自作 CPU クーラー特有の作業、配管内の低圧化です。これまでの自作 CPU クーラーでは幾度となく実施してきた低圧化、元井真空引きという作業ですが、今回は配管の一部を CPU 自体が担います。そして低圧化によって生じる、大気圧が押し潰そうとするような力を CPU が受け止めるわけです。表面積から考えると大体1か 3kg の重りが乗るくらいなんですが、この数字を聞いて皆さんはどう思います?私は、それくらいなら耐えるんじゃない?と思いまして、実際に試しちゃいました。強度的な懸念の他にも、低圧を維持するための気密性がどうなのかは不明でしたが、結果的には大丈夫でした。この製作は実用を目指すわけではなく実験として行ったので長期的な影響はわかりませんが、実際に低圧した時間は合計半日ほど、半日ほどなら CPU は低圧を維持できる強度と気密性を有していたようです。低圧化できたらあとは以前やった自作 CPU クーラー製作と変わらず、煮沸脱気した精製水を注入して、これで準備完了です。直接沸騰させるのはこれが初めてでしたから、余裕を持って精製水の量は多めにしました。これなら干上がらないでしょう。こんな状態で動作確認してみると、直接水冷と同じように、PC 及び OS の起動までできました。試した本人が言うのもなんですが、よく耐えてるなーって思います。それにしても CPU 台が直接冷媒を沸騰。そう変化させる状況ってヒートパイプダイレクトタッチとか呼ばれるものよりもダイレクトなような変なものが出来上がりました。ただ肝心の冷却性能の方は良くなくて、しかも冒頭でお話しした結果は一番良かった直接沸騰の条件で、直接沸騰としては初回の冷媒が精製水のこの条件では CPU 温度100度となり、サーマルスロットリングが作動しました。見た感じはしっかり沸騰できているようにも見えますが、でもそこの方は気泡が残っています。もしかして CPU 台に気泡が残った状態、張り付いた状態で沸騰しちゃってる?実はそんな沸騰状態もあるんです。膜沸騰だったか、熱源が蒸気に覆われて液が接触できないのに沸騰し続ける状態です。沸騰が激しく目視で確認できず何とも言えませんが、もしそうだとしたら CPU 台で直接層変化が起きているというより、CPU 台は単に水蒸気を加熱しているだけになります。そしたら冷えませんね。そこで次に沸騰の状態を変えようと、冷媒を潜在水に変えた条件を試しました。
洗剤水は以前の製作でも使ってきた冷媒で、使用すると沸騰の様子が大きく変わるためか結果的な冷却性能が向上しました。CPU 台に直接洗剤水か、って心配事はさらに増えますが、なんだかんだ無事に動作して、冷却性能は狙い通り良くなってくれました。さらに洗剤水の量も調整しまして、そうして最も冷えた結果が CPU 温度 73°C でした。消費電力に対して CPU 温度は依然高いままですし、温度も結構ばらつくので不安定な状態でしたが、沸騰による冷却は一応機能したようです。冷媒の量を調整したみたいに他の要素を改良すればもっとマシに冷やせるようになるかどうかはわかりませんが、今回の製作を通して改良案を思いついたので、直接沸騰に関しては今後も検討を続けようと思います。次は直接低圧水冷した冷却方法についてです。以前製作した際の構造から変更し、今回は改造ラジエータを使えるようにするパーツを追加しました。このパーツで循環する冷媒の液と沸騰で生じた蒸気を分離して、蒸気は改造ラジエータの方へ行けるように、液はリザーブタンクみたいに一時的に貯められるようにしています。この他は以前製作した際の構造と同じなので詳細は過去動画を参照していただくとして、以前と同じというともう一点、ポンプ内で冷媒が気化する問題は今回も生じました。ポンプが動く際の圧力変化で冷媒が気化して、正常に冷媒を押し出すことができません。つまりは冷媒循環が通常よりも弱くなってしまいます。この問題は水を低沸点化させるために低圧にした影響というか、水を低圧側の飽和状態にした代償みたいなものなんですが、冷媒循環が弱まるだけではなく結構な振動や音がするんです。冷却以前に故障しないか心配になる問題でした。なので動作ではポンプの駆動電圧を低くして運転状態を抑え、冷媒の気化や振動などが激しくならないようにしながら使っていました。地味に直接水冷で使っていたポンプから変わっているのもこれに関連しています。この元から流量が小さいポンプを定格よりも低い駆動電圧で動かして、それでも生じてしまう冷媒の気化でさらに循環が悪化。そんな冷媒循環、動作状態の低圧水冷で CPU 台を直接冷やすと、冷却性能は散々でした。ただ散々な結果だったのは冷媒が生成水の条件で、洗剤水にすると多少冷えるようになりました。わずかに見られる沸騰が熱移動に貢献したのかなーって気がします。それでも直接沸騰させた際の冷却性能の方が良かったところを見ると、低圧水冷のような中途半端な冷媒循環、沸騰をさせるよりも、冷媒循環が自然任せな直接沸騰や、沸騰など総変化を利用しない直接水冷の方が冷えるというのも面白い結果でした。最後は粉流についてです。粉流の構造も低圧水冷と同様、以前製作した時から変更しています。以前は蒸気が移動する配管にチューブを使っていましたが、よりスムーズに移動できるようにと考え、直接沸騰で使用した樹脂製パーツに先ほど話した追加パーツを接続し、追加パーツに冷媒を衝突粉流させるためのノズルや改造ラジエータ、ポンプにつながる配管を接続しました。水枕、ラジエータ、リザーブタンクをチューブレスでつなげられないかなーって組んだ感じです。低圧水冷とはそんな構造的な違いがありますが、他は同じで。そう、同じなのであの冷媒の気化も同じように生じました。相変わらず低流量のポンプを駆動電圧低めで動かし、それでも気化するという異常な冷媒循環で動作確認を行いましたが、その冷却性能は割とマシでした。生成水を使っているにもかかわらず、同じ生成水を使った低圧水冷の結果と比べると差は歴然です。冷媒が気化するという同じ問題があったのにこう結果が違うというのは、衝突粉流のおかげ？ただ衝突粉流といっても、想定したような総変化によるものなのか、それとも水冷的な流れ方の違いによるものなのか。どうも水冷的な影響が大きかったようです。実際の動作を見ても、以前は沸騰が起きたためか液が弾け飛ぶように流れていましたが、今回はだいぶ落ち着いています。一応容器内がもやったので総変化は起きているみたいなんですが、それならと総変化の強化で冷媒を洗剤水に変えると、明らかに総変化が増えたというか、蒸発してるんだろうなぁという様子が見られたものの、肝心の冷却性能は逆に悪化しました。もしかして総変化しやすくした影響で、冷媒の気化も起きやすくなっちゃった？それか洗剤を混ぜた水ですから普通に泡立ちが悪さして、冷媒循環の変化が影響した？じゃあ冷媒循環が満足にできる大気圧で、冷媒が生成水、ポンプの駆動電圧も 12V にしたらどうなるのかというと、
冷えました。この結果が今回試した冷却方法の中で最も冷えた条件です。直接水冷の衝突噴流板ですね。これ噴流の続きで試した条件なので低流量のポンプのままなんですが、冷えました。思ったより衝突噴流という流し方が水冷的に優秀だったみたいです。そういえば市販の水枕にも CPU 中央あたりから冷媒を流し入れるものもありますから、それと同じ傾向なのかもしれませんし、単に CPU 台表面における冷媒の流速が速かったのかもしれません。いずれにしてもこれは冷媒の温度変化による熱交換の恩恵、水冷の力でしょう。改めて結果を見返すと、以前にも市販の水冷と総変化熱輸送を利用する自作 CPU クーラーを比較したことがありましたが、それに近い結果にも見えます。過去の結果から考えればこれも予測できたのかもしれません。まあ完全に同じ傾向ではなかったですし、今回の政策を通して新たに分かったこともあります。実験的にですが、 CPU 台や基板に直接水をかけても壊れずに動作し、一応は冷却できたこと、衝突噴流が思ったより有効らしく、流し方や現状の水枕については改良の余地がありそうなこと、そして何よりヒートスプレッダや金属ブロックがあった方が圧倒的に冷やしやすいことです。直接水をかける冷却、特に直接総変化を起こす冷却を実施するまではどんな結果になるか想像できておらず、正直期待していたので、その期待があった分この結果は残念でした。実際に試して楽しかったけど冷えなかったという結果は、いつかのメントスコーラを思い起こさせます。ただあっちは最初から冷えるかどうかが二の次でしたから、やっぱり今回の結果は残念だな。まあまたやるつもりなんですけどね、この直接水をかける冷却方法。今回思いついた沸騰の改良案や衝突噴流や水枕を改良したらどうなるのか気になります。それら改良案を、まずはヒートスプレッダなどを使った普通に冷やしやすい構成で試してから再挑戦しようと思います。さすがに消費電力 27W ほどの低発熱域でさらに 20°C 近く冷やせるのかは怪しいですが、今後の政策を考えたら試したくなりました。そんなわけでこの冷却方法は今回で一旦お休み、もうちょっと準備してからまたやるとします。以上、今回の政策、動作確認についての紹介でした。次回は、今回紹介した直接水をかける冷却方法のきっかけの一端になった大直関連の政策を紹介する予定です。大直で液体金属を扱うからというところから直接水をかけるという方針が現れたわけですが、その元になった大直の方はこれまでに2度挑戦して、でも思ったより冷えないとうまくいっていなかった政策です。次回で3度目、いや3度目にカウントしていいか微妙な気がするという、そんな政策になりそうですが、前回挑戦から時間も経ってまたいろいろと試したいことが増えたので確認してみようと思います。ではでは、今回の紹介はここまでです。ここまでのご視聴ありがとうございました。さようなら。